よし、では行こうか。感じるぞ。よし、行こうぜ。どこか。お宝とか絶対ここだろ。っていうか、なんか浮かんでる。何これ。そいつがお宝さ。ついに見つけたな。まあ待て、ここまで来れたら話そうと思ってたんだ。お宝は場所を突き止めただけじゃ奪えない。実体化させてやんないと。実体化？欲望にはもともと形なんてないからな。自分の欲望が狙われてるお宝だってことをまず本人に自覚させなきゃいけない。欲望を奪われるって強く意識させるんだ。それで初めてお宝は姿を現す。そんなのどうやってやるの？本人に予告してやるのさ。お前の心を盗むぞってな。予告状かよ。まさに怪盗じゃん。そうすればお宝は絶対に出るはず。またそれかよ。けどやってみる価値はあんな。これで潜入ルートは確保できたぜ。あとは現実で予告状をぶちかましてお宝をもらいに行ってやるだけだ。いよいよか。その息だぜ。現実で予告状を出したら引き返せないぜ。まあその気になったら言ってくれ。アジトに戻
戻って予告状を出してやろう。さてと。やるか。ここ強そうなやつがいるぜ。ありゃきょ暴いてやる。強そうなやつだね。先制攻撃チャンスだ。いけ。今敵の弱点をつくのは無双だ。弱点をつけるスピードが高そうだ。弱点を狙うな。敵ダウン。ジョーカーすごいじゃないか。いいか言えるぞ。ここでぶつまな。こいつま悪いな。聞くだろ。痛いな。お前が近いってな。弱点狙いは無理そうだ。これだ。弱点つけるんじゃないか。大勝利。イエー。鮮やかな勝利だ。さて。まあこんなもんか。さて、さて。暴いてやる。何者だ。女にこの仕打ち。よし、こちらの先生だ。お、弱点が狙えるな。呪音が効かないから気をつけるんだぞ。チャンス。弱点をつけるな。自分の実力は怖いな。弱点をつけるな。自分の実力をバトンタッチすれば弱点がつけるな。任せて任せて。ガチだからね。つけるんじゃないか。カルメン残り1回か。パンサーつけちゃう。ベルチャンス。弱点をつけるな。次。おっと動くんじゃない。はいはい、どうどう。一旦引こう。うん。正体を見せろ。何者だ。なんだよこれ。先制攻撃。お、弱点が狙えるな。弱点つけるんじゃないか。自分の実力は怖いな。はいはい、どうどう。今が引き際だ。
暴いてやる。何者だ。なんか用事ないのに先制攻撃チャンスだ。弱点つけるんじゃないか。自分の実力は怖い。お、弱点が狙えるな。自分の実力は怖い。バトンタッチすれば弱点がつけるな。了解。やっちゃう。まだ終わっ。弱点つけるんじゃないか。あと3。弱点が狙えるな。踊れカルメ。電流キングだ。ハンザー、動かないで。はいはい、どうどう。今が引き際だ。よし、なんかやべえのがいるぞ。暴いてやる。先制攻撃者。今敵の弱点をつくのは無理そうだ。弱点狙いは無理そうだ。弱点をつくのはなさそうだ。弱点をつけるんじゃないか。いただいていく。敵ダウン。強化すごいじゃないか。これで終わりだ。さて、よし終わり。早く先に行こう。暴いてやる。何者だ。どんなに殺し撃ち。あいつ、イカれてる。銃撃で弱点がつけるはず。弱点にヒット。我ながら大したもんだ。バトンタッチすれば弱点がつけるな。続くぜ。まだ終わらないぞ。ベルソナ弱点キット。カール、やるじゃないか。銃撃で弱点がつけるはず。どうだ。はいはい、どう？今が引き際だ。さて、暴いてやる。何者だ。人間を及ばない。よし、こっち。銃撃で弱点がつけるはず。バトンタッチすれば弱点がつけるな。まだ終わらない。お、弱点が狙えるな。ヒット。ヘイ、ホールドアップ。はいはい、どうどう。一旦引こう。さて、正体を見せろ。潜入作動。先制攻撃者。銃撃で弱点がつけるはず。自分の実力は怖いな。バトンタッチすれば弱点がつけるな。まだ終わっ。ベルトナ、つ
つけるんじゃないか。キャプテンキッド、カール、やるじゃないか。ざまあねえな。はいはい、どうどう、一旦引こう。よし、ここからが本当の勝負だ。気合い入れろよ。頼んだぞ。へえ。
そっか、残念。よーし。あとは予告状を出して鴨下の心をいただくだけだ。なら最初から予告状出しときゃいい話じゃねえか。そう簡単にいかないんだよ。お宝はいつまでも実体化しているわけじゃない。刷り込んだ意識が薄れればまた消えちまう。おそらく持って一日かそこらだ。んだよそれ、超シビアじゃねえか。けどこれで予告状出せんだろ。さっさと改心させちまおうぜ。いいか、一発勝負だ。気抜くなよ。その言葉待ってたぜ。いよいよ明日だな。明日の朝予告してその日のうちにやるんだよね。予告の効果は長くは続かないからな。不安か？待ちくたびれた。上等だぜ。絶対成功させるし。
予告状は誰が用意する？俺に任してくれ。なんで？なんでってなんでだよ。ここ大事なとこでしょ。あんたで大丈夫？同感だ。派手にかましてやりてんだよ。書かせてくれよなあ。いいだろ。おう、任された。ちょっと本当に大丈夫？正体バレたりしたらこれまでの苦労が。分かってるって。よし、いよいよ明日だ。お前ら準備を怠んなよ。さてと。やるか。なるほど。よし。
予告状？朝来たら貼ってあったってよ。色欲のクソ野郎、鴨志田卓殿。抵抗できない生徒に歪んだ欲望をぶつける。お前のクソさ加減は分かっている。だから俺たちはお前の歪んだ欲望を取って、お前に罪を告白させることにした。明日やってやるから覚悟してなさい、心の怪盗団より。あいつ、なかなかのもんだろ。ネットでそれっぽいやついっぱい調べたからな。微妙。言いたいことはわかるけど、バカな子が背伸びしてる感ある。あのマークもいまいちなんだよな。そんなことねえし。鴨志田先生、なんかやったの？噂、本当だったってこと？つかこれ、鴨志田先生からなんか盗むってこと？この変なマークってなんだ？心の怪盗団って何者？盛り上がってんだし、よくね？誰が？見ろよ、歪んだ欲望に心当たりありまくりのリアクションだ。相当聞いてるな。貴様か、こら。貴様か。お前らか。とぼけるつもりか。まあいい、どうせ貴様らは時期退学だ。来いよ、取れるもんなら取ってみろ。今の鴨志田の反応、パレスに絶対影響が出てるはずだ。出現ってこと？今日ならいけんだよね。今日ならじゃねえ、今日しかだ。予告状を目にするインパクトは長続きしないし、二度は起こせない。お宝を盗めるチャンスはたった一度きりだ。一日ありゃ十分だぜ。やるか。何かご用ですか？聞け囚人。構成プログラムの一環としてチャレンジバトルを開催するぞ。結果次第では報酬も与えてやる。泣いて喜べ囚人。このバトルではあなたの中にある認知の仲間と共に戦うことを認めます。これを乗り越えられればあなたの構成は飛躍的に進むでしょう。このプログラムのために特別な舞台も用意してやった。あなたの日頃の構成の成果存分に発揮してください。では望みがあるなら聞きましょう。
見るのですか？閲覧なさい。未知のペルソナです。未知のペルソナです。未知のペルソナです。更生の時間だ。刑を執行するので合体です。可もなく不可もなくといったところですか。強力な力を持っているな。やめるのです。見るのですか。あなたの奇跡です。囚人をただ刑を執行する合体です。可もなく不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。では始めよう。やめるのですか？見るのですか？あなたの奇跡です。
未知のペルソナです。もう終わりか。なんだ、構成の時間だ。さあ合体です。やめるのか。見るのですか。閲覧なさい。囚人を正しき道へ刑を執行する。さあ選べ。やめるのですか。ジュスティーヌ、お前の盾。閲覧なさい。このペルソナで相応の代価は必要です。ではお持ちなさい。終わりですか。なんだ、構成の時間。さあ合体です。可もなく不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。これで良いのか。すぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かって生まれるだろうな。生まれ変わるといい。you
やめるのか。ジュスティーヌ、お前の閲覧なさい。囚人をさあ合体です。やめるのですか。見るのですか。あなたの奇跡です。このペルス総合の代価は必要で、ではお持ちなさい。囚人を叩く。さあ選べ。可もなく不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。これで良いのか。すぐ技能を選びなさい。さて、どれほどの力を授く。では始めよう。やめるのか。ジュスティーヌ、お前閲覧なさい。もう終わりか。なんだ。囚人を正し刑を執行する。さあ選べ。
やめるのです、見るのですか。あなたの奇跡です。このペルソ、このペルソナを引き出す手はお持ちなさい。終わりですか。なんだ。囚人を叩けを執行する。さあ選べ。これで良いのか。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。これはこれは。やめるのか。終わりですか。なんだ。何かご用ですか。書くか。何かご用ですか。反撃開始です。
人間め。わー、ペルソナ10倍認めてやるしかないな。私もう終わりか。なんだ、せいぜいあがけよ。つけておこう。そうだな。じゃあ、行くか。